平山太郎から1891年6月8日は、明治時代前半期の日本の文部官僚、旧佐渡原藩士、旧名、徳太郎、忌名は、武田区。号は、安子祭、小影。体操練習書士官、東京図書館館長、第五高等中学校校長を歴任した。加盟2年6月5日、平山武兵の子として、 日向国佐戸原に生まれる。半次小玉平閣に学んだ後、鹿児島に留学し、増士館で社術を収めた。ついで、茂野安次の門に入り、慶応三年には、江戸に登って、水本受道に指示。その後、将平学校に進んだ。明治二年九月、判明により、米国で海軍学を収めるため、藩主、島津忠弘の長男またの次男、丸岡武を、 藩士橋口隆史議と共に横浜を出港。はじめラトガースカレッジのあるニュージャージー州ニューブランズウィックに滞在し、後に島津と共にマサチューセッツ州ボストンに移った。明治4年7月に佐ワ原藩が廃藩となった後、平山は海軍省の官比留学生に選ばれて学業を続けたが、明治6年12月に陸海軍省派遣を除く。 ンピ海外留学生の一斉召喚が決定された際に帰国命令を受け、翌年10月に日本に戻った。帰国後は海軍省10等出資となり、明治8年6月に海軍中秘書に就任したものの、同年10月に面刊となっている。明治10年内務省官労局ご登属となり、明治11年中には文部省が幹事務所に勤務。 同じくニューブランズウィックで学んだ経験のある折田彦一、服部十三と共に文部省顧問として来日していた全ラトガースカレッジ、教授ダビッド・モルレーの事務を助けた。モルレーの契約満期による学館事務所の廃止後は明治12年10月に音楽、取調べ係勤務となった後文部一等族に進み、明治13年4月から翌明治14年4月まで、 体操練習書士官を務めた。同年12月には、東京図書館長に就任。明治18年6月、文部県対象機関に転じて、学務2局圏編集局勤務となり、11月から、訓猛案長を兼務したが、12月に被職となった。その後、明治19年5月に、第三高等中学校幹事として復職。明治23年2月には、 第5高等中学校長に就任するも在職中の翌年6月8日、病のため熊本で死去した。去年43。校長時代の功績としては新興社会公式を挙行したこと、秋月種、久しを教諭に招いたことが知られている。墓所は宮崎市佐渡原町の明神さん。ありがとうございます。